確か免許の期限の日だ。なんかあっという間だったな。いろんなとこ行っていろんな人と話してお母さんのことも分かって、で、いけない、急がないとクーデリアさんに怒られちゃう。ほら、免許貸して。はい、大丈夫ですよね。ちゃんと更新できますよね。聞かなくても分かってんでしょ。よっぽどのことがなきゃここで執行なんてないわよ。頭では分かっててもやっぱり不安というか。じゃあこれで安心できるかしら。はい、新しい免許、今度こそ正真正銘一生使えるものよ。よかった、ありがとうございます。うん、おめでとうなのかしら。一応よく頑張ったわね。はい。さてで、これからどうするつもりなの。これからですか。とりあえず家に帰ってお姉ちゃんとお父さんに話して。いや、そういうことじゃなくて、ほら、これからは時間とかポイントとか気にせず好きに冒険できるわけでしょ。だからこれからはこんなことやってやろうみたいなのはないわけ。あー、そっか、そうですよね。別に無理に考えなくてもいいわよ。答えを期待してたわけじゃないし、そういうのをしっかり決めてない方が逆にあんたらしいしね。すみません。と、あんまり長話して引き止めちゃ悪いわね。他に知らせたい人もいっぱいいるでしょうし。そうですね、お世話になった人には言っておきたいですし。それじゃこれで失礼しますね。あ、もう一つだけ。はい。その免許になったらもう私に用はないでしょうけど、たまに。はい、絶対行きます。Thank you.
なのところに寄ってたら遅くなっちゃった。またお姉ちゃん怒ってるかも。ただいま。遅い。いつになったら帰ってくるのよ。毎日毎日お祝いの料理作って待ってるのに。毎日作ることはないんじゃないかな。あ、でもいざ帰ってきた時に何も用意してないとかわいそうじゃない。気持ちはわかるんだが、毎日この量を片付けるのはそろそろ限界でね。ピアニャお腹いっぱい。何よ、私の料理なんて食べたくないっていうの。いやいや、決してそういう意味ではないんだが。ジェジーが怖い。それもこれも全部ペーター君が悪いのよ。馬車なんて定期的に走らせればいいのに、自分のやる気ある時しか仕事しないから。お姉ちゃん。何よ、今忙しいんだから後に。あ、トトリちゃん。ただいま。なんか前にもこんなことあった気が。来るなら来るでそう言ってくれないと。いけない、料理作り直さないと。ちょっと待っててね。いいよいいよ、まだいっぱい残ってるみたいだし。ダメよ、食べかけの冷めた料理なんて。ちゃんとしたの作るから。新しい免許は無事もらえたのかい？あ、うん、見て見て、これでもう一生冒険者だよ。そうか、おめでとう。おめでとう、トトリ。ありがとう。この5年でお前は見違えるように成長したね。やはり外に出したのは正解だったようだ。あっちはあんまり変わってないし。あー、材料が足りない。どうしよう、何か代わりになるものは。お姉ちゃんはずっと前から大人だったもん、私と違って。それもそうだね。これからのことはもう考えてあるのかい？細かいことはまだ何にも。いろんなとこ冒険しながらゆっくり考えようかなって。そうか、それなら少しは家でのんびりできるね。またすぐに出かけるなんて言ったらまた寂しがるだろうし。ピアニャも、ピアニャもトトリと遊びたい。うん、少しの間は家でゆっくり。あれ、誰だろう、こんな時間に。お前んちのことだし、どうせ今日はお祝いだろ、混ぜてもらおうかと思ってさ。久しぶりにゼッツィの手料理が食べたくなってね。お邪魔してもいい？別にいいけど、お姉ちゃんの料理目当てなの？私のお祝いじゃなくて。私はそのつもりで来たんだがな。ほら、酒も持参だ。私は楽しそうだからついてきちゃっただけ。お、俺はそのメルビアに無理やり引っ張ってこられて。あ、ゲラルドさん、アメラさん、ペーターさんも。こんなに大丈夫かな。お姉ちゃん、お客さんがいっぱい来たんだけど。
こうなったら何人分でもお料理作ってあげるから。だってんじゃ遠慮なく、よし食うぞ。お邪魔します。ゼッツィ、なんか手伝おっか。考えてみればお前はまだ飲めなかったな。グイードと二人でやるか。これってホームパーティーよね。こういうのにお呼ばれするの憧れてたの。お邪魔します。なんかすごく賑やかなことになりそう。お、出かけるのか。はい、ちょっとその辺をブラブラと。ならついでに依頼を 2,3 引き受けてもらえないかな。なに、簡単なものばかりだ。いいですよ、それくらいなら。それじゃあ、それなら私もお願い。飾り付け用のお花がいくつか欲しいんだけど。ついでに板切れ 2,3 枚拾ってきてくれよ。馬車の補修に使うからさ。ああ、俺だけ置いてく気かよ。絶対ついてからな。なんかいっぱい人集まってきちゃったね。ちょっと出かけるだけなのに。いいんじゃない、それだけ頼りにされてるってことでしょ。そっかな。